どうも皆さんこんにちは、こんばんは。大学終わりのゆうこるです。今回なんですけども、こちら七夕スーパーゴッドですが、なんと明日昼12時から開催されますということで、今日は実際にこちらの情報を見ていこうと思います。魔法石7個で1回回すことができる七夕スーパーゴッドですが開催です。石7個です。7月4日、今日じゃん。新しい進化形態が追加される飛行星織姫ロイヤルオークと、7月4日にパワーアップするアレキサンダ大王、アルトリウス、ミアーダ、アルバート、サフィーラ、ユリシャがそれぞれ 2% でピックアップです。ちょっとこれ後で進化情報を見ていこうと思います。今回のピックアップキャラは、全てレベル最大、スキルレベル最大、フル覚醒プラス2級なので排出されます。ピックアップこんな感じ。アグリ、ガチャドラ、ウルトナ、アレキサンダ、ヒコボシ、オリヒメ、ロイヤル、アルトリウス、ミアーダ、アルバート、サフィーラ、ユリシャ、カラットシルクカメオ、ホノリン、アワリン、ローレンス、コンラート、カミラ、モリグー、アメミナ、ライジン、風神、シェリアス、エスカマリ、イルム、カーリ、メイメイ、ハマルという感じになっております。はい、まあスパイファミリーコラボ中なんで、なかなか石余ってる日でないと思いますが、ログインするだけでね、開催記念スーパーゴッドSガチャ無料で1回もらえるんで、こちらはぜひゲットしてください。モンスター効果上にはイベントメダル2次も登場いたします。今日は実際に進化情報をね、確認していこうと思います。はい、まずは織姫からですね。バインドスキブ封印非コンボ強化無効感プラスに3色6個にボイスです。まあ発表された通りかな、多分。なんか意外とちょっと調整入ったりしたら怖いから一応確認しとくけど、小学生は 2way プラス非コンボ強化 T 字消しとなっております。はい、なるほどねって感じですね。まあ織姫に関しては特に調整は入ってなさそうかな、何にもね。神の HP 2.2倍、3コンボ加算、半減25倍も一緒ですね。進化スキルに関してもロック解除に火、水、光、回避光、3個ずつ生成が2ターンなんで、うん、全く変わってないですね。はい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 、っていう感じでした。まあループで使えてね、火力持たせて面白い性能はしてるのかな。で、飛行星ですね。飛行星はバインドスキブ封印水コンボ強化10強4つにボイス持ってるキャラクターになります。小学生に関しては T 字水コンボ強化無効貫通って感じですね。無効貫通つくのはいいですね。でも普通に使えそう。スキルは2ターンチェーンヒドロップ強化スキル進化で、進化後は1ターン回復水の攻撃力が2倍、ロック解除最上段横1列水変化が3ターンで打てますので、まあ、これでね、あの水生成できて、ロック解除エンハンス、回復エンハンスまであって、しかも無効貫通持っていますから、まあ、そう考えるとかなり強いのかなって感じです。リーダースキルは神の全パラ 3.2倍、火水光でダメージ軽減、攻撃9倍、固定500万ダメージです。はい、ほんでロイヤルですね。ロイヤルはこんな感じです。バインドスキブ封印指雲 L 字8個で、小学生はスキブ L 字プラス毒耐性プラスですね。まあ、変わらずやっぱり L 字10個とか、まあ、武器まで含めたら L 字12個とかできるね。とんでもない L 字火力を持ったキャラクターになってます。進化スキルは3ターンチェーン、全ドロップを水と回復に変化、スキル進化が20ターンです。リーダースキルは76マスリーダーで、水5個 L 字ダメージ激減、攻撃20倍2コンボ加算です。水の L 字をメインに使う編成において強そうなんで、まあロイヤル安定かなとは思います。はい、光を水に、火を回復にっていうねスキルもあってね、まあ、うまいこと使えればね、まあうまいこと使うのは難しいかけど、まあ水回復生成もできるキャラになってます。はい、で、既存の方に調整も入ります。これは結構大事なんじゃない。まず織姫変身後バインド封印無股間十字3色8個に T 字消しになってます。火力上がりすぎじゃね。めっちゃ火力上がったよね。3色5個から3色8個になりました。で、3属性も増えてステマ上がれてます。スキルは変わらずで、リーダースケット攻撃力2倍、ロック解除の食人が3ターンで、リーダースキル指12秒固定、火水光の同時攻撃で攻撃力28倍、ダメージ激減、固定300万ダメージって感じになってます。なんかこれ普通にウルトナとかと合わせてもさ、めっちゃ強そうじゃないね。ウルトナと合わせてもかなり強いし、火力も出せるしで、なんか文句なしで強そうだけど。これが織姫です。はい、で武器です。回復タイプ追加、スキブ暗闇耐性プラス武器で、スキルは2ターンダブル吸収無効、ダメージ無効貫通、敵の行動3ターンチェーンが20ターンって感じになっております。はい、いいですね。普通に強いぞ。なんだこれ、すごい武器もね。スキブ暗闇3ターンチェーンだから優秀な武器ですね。はい、続きまして彦星です。彦星はバインド封印無効貫通十字三色攻撃8個に T 字持ってくれてます。で、ステも上がって3属性持ちで、スキルは変わらずサブの攻撃2倍、 HP50% 回復、ロック解除、火水光の3色陣が3ターンです。リーダースキルは落ち込んなし、火水光同時攻撃で攻撃力が33倍、回復力は3倍、 78% 軽減、4コンボ加算です。これバカ強くね、普通に。何これ、なんか超強い感じするけどね。まあスキルで回復生成はないものの、
ね、リーダースキル 78% 軽減、4項目加算もあるし、攻撃力33倍も出せるんでね、かなり強そうですね。彦星いいキャラだと思います。はい。で、彦星武器です。体力タイプ追加、スキブ毒耐性プラスに、消せない場合の覚醒無効全回復、3ターンヘイストが18ターンです。いいですね。なんか全体的に強いぞ。特になんか織姫彦星は変身後の方が全然強そうな感じはするかな。で、ロイヤルです。え、ロイヤル調整入んの？あ、覚醒だけね。封印指2つ、 L 字4つ、10強3つ無効感プラスになってます。10強が1個増えて、まあ、10強が1個増えたのか。まあまあまあ、ちょい強化ぐらい。あ、でも火力はめっちゃ上がったね。あれ？おじさん？捕食攻撃が2個増えました。え？ちょっと待って。ん？ちょっと待ってね。捕食攻撃が2個増えた。20.25 倍上がったってこと？ 4.5 の、ちょっと待ってね。4.5 の3乗が90倍ぐらいだよね。ってことは2000倍ぐらいまで火力上がったってこと？結構強くね。4.5 の感情は 91.125 倍でしょ。それが今回の強化で1845倍に上がったのか。お前ちょっと火力出ろになってるの受けるな。ということはこのおじさんも捕食攻撃1個分増えました。はい。アルトリウス覚醒、バインド封印指、10強4つ、無効感プラス、卑劣3つ、強すぎん？めっちゃ強いけど。何これ。で、ステマ上がって、リーダースキル火の6個でダメージ 60%、 軽減4個も加算、ソリアリティ34以下の倍、 HP2 倍、攻撃力30倍です。お前強いね。強くね。ミアードです。バインド封印水コム強化、7強4つ、10強無効感プラス、指2つで3属性増えました。スキルは指1分、水の攻撃が2倍、6回以上回復以外から水6個生成が2ターンです。リーダースキル回復攻撃タイプの全パラ 2.6 倍、水2コンボ軽減、攻撃10倍です。でも 35% 軽減なんで、これも悪くはない感じであるのかな。光ミヤードも調整入るの？なるほど。バインドスキブ封印指、チーム回復無効感プラス、3色6個になってます。火力は上がったね。超覚醒3色あるし。で、リーダースキルドロップ7個消してダメージ激減、3色同時攻撃28倍、2コンボ加算です。はい。自分に火力上がりました。ミヤード武器3色攻撃キラー毒3つ、チーム HP 強化になってます。闇ミヤード、お、覚醒が無効感3色6個、 L 字プラスになってステ上がってます。リーダースキルは闇の全パラ3倍、3色同時軽減、攻撃8倍、3コンボ加算になりました。まあ強くはなってるかな。ミヤード武器3色封印2つ、暗闇3つ、チーム HP 強化になってます。木のミヤード、ファインドスキブ封印2つ、指2つ、10強10時4つです。はい。ちなみにリーダースキルこれ全パラ 2.5 倍半減になってるじゃん。武器は強化入んないか。まあさすがにね。はい。で、アルバートです。これも多分事前に発表された通りかな。無効感4つ、7強4つになってて、捨て上がって、ね、スキルも2ターンで、指自分の木の攻撃が2倍、6解除、回復以外からキー6個が2ターンですと。リーダースキルも全パラ2倍半減になってます。武器、バインド、キコンボ強化、悪魔キラー、チーム HP、チーム回復、HP 強化増えてます。ステラス漏れるようになってますね。はい。闇アルバート、バインドスキビオン封印、十字6個、闇コンボ強化、ヒコンボ強化プラスになってます。スキルは2ターンチェーン、5ターンダメージ軽減、6回で3色陣が10ターンですと。リーダースキルも十字で、火闇 HP 攻撃4倍、指3秒延長、火か闇5個、十字1個につき攻撃3倍、1コンボ加算と火力上がっております。なんかすごい強化入るな。闇アルバート、スキブ封印闇泥強プラス、十字 HP 強化です。2ターンチェーン、5ターンダメージ軽減武器になってます。水アルバート、あ？あ、10強がまとまって L 字プラスが増えたのか。で、超覚醒 L 字プラス増えて、ちょっと火力出すようになってますね。10強2つ、L 字4つみたいな。ね。リーダースキルが激減1コンボ加算、攻撃26倍、固定200倍になってます。水アルバート武器、無効感水ドル強1つ、バインド回復3つ、HP 強化になりました。サフィーラー、無効感1個増えてます。で、まあ、ステ上がって3属性増えて、リーダースキルも HP 回復 2.2 倍、攻撃30倍、かつ半減2コンボ加算、固定500倍になってます。サフィーラ武器、スキブ、枝豆、光列3つになりました。はい。ギリシャ、バインド封印、L 字プラス、無効感6個、指3つです。ステマ上がりました。スキル6解除、火闇回復を6個ずつ生成、1ターン闇の攻撃と指2倍が3ターンになっております。リーダースキル攻撃体力タイプの HP が 2.6 倍、攻撃回復力は3倍、ドロップ5個 L 字ダメージ軽減、攻撃8倍ですね。まあ、これも発表された通りかな。変わったらごめん、多分変わってないと思う。キユリシャ、スキブ4に回復努力を6個、7強積み5巻プラスになってます。回復めっちゃ特化できるね。
で、スキルも1ターンダメージ半減、指2倍、ランダムルーレット1個生成が5ターンになってます。リーダースキル9コンボ以上で 65% 軽減、攻撃力22倍、ドロップ5個 LG ダメージを 30% 軽減、3コンボ加算です。めっちゃ耐久値上がったね。エルシャブキスキブ回復ドロ強7強キドロ強プラスです。はい、ガリルシャバインドスキブ4封印クライムプラス、無効管6個になってます。無効管が2個増えたのかな。なるほど。で、ステア上がって、スキル落ち込んなしルーレット1個生成、6解除、光回復3個生成が3ターンになってます。リーダースキル、光9個激減、攻撃24倍4個マガさんです。ラスエルシャ、チーム HP2 つ、チーム回復 LG 指、HP 強化って感じでした。なんか意外と既存キャラの方がいい強化もらったりしますね。まあ、とりあえず、いろいろ見てった上で、あ、アレキはいいか。ロイヤルもいいか。ヒコモシは絶対強いな。これは絶対強いと思う。で、オリヒメもかなり強いブロに入ると思います。ヒコモシオリヒメは多分動画で使うと思う。で、ロイヤルもね、進化した形態めっちゃ気に入ってるんで僕は、これも使うと思いますし、いろいろね、優秀なキャラ多いと思います。まあね、また強いキャラはどんどん動画で紹介していけるんでね、まあまた動画の方チェックしてもらえればなと思いますが、まあとりあえずね、このね、ピックアップを対象としたゴッドエースが、7月5日12時から開催されますので、ぜひ挑戦、引こうと思ってる人はガチャ頑張ってみてください。まあまたね、スパイファミリーガチャ引いたから石ねえよって人はね、既存結構強くなってるんで、まあまたそれ動画にするんでよかったら確認してみてください。じゃあ、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。